東南アジア各国への影響力の拡大を狙います。中国の習近平国家主席は ASEAN 東南アジア諸国連合の首脳とオンラインで特別会議を開きます。これまで会議には李克強首相が出席していましたが、習主席の参加で ASEAN との関係の格上げを印象付けて一層の連携強化と影響力の拡大を狙います。 こうした中、PA 通信によりますとイギリス政府は中国を念頭に ASEAN 加盟国を招待し G7 ・主要7カ国外相会合を来月開催するということです。